今回はご覧の内容をお送りします。皆さんこんにちは。元日に発生した能登半島地震のニュースが連日報道されています。皆さんは災害が起きたとき身近に頼れる人はいますか？今回は地域の安全を守る消防団と自治会の活動にお邪魔させていただき、地域との関わりの話を伺ってみたいと思います。越智地区にある消防小屋に来ました。機材の点検をしているのでしょうか。早速お話を伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。第2分団第8部副部長の永井です。本日はようこそいらっしゃいました。永井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。消防機材の点検をされているようなんですが、具体的にどのようなことをされているんでしょうか？はい、消防車に搭載されている筒先やホースなどの数の確認や不具合がないかなどを確認しています。そうなんですね。普段はどのような活動をされているんでしょうか？はい、火災や風水害などの災害に備えて月に2回程度消防士機材の確認や放水の訓練を行っています。その他地域行事への参加やどんど焼きなどの行事にも参加し警戒に当たっています。地域の活動にも参加されているんですね。入団する前までは地域と関わる機会はほとんどありませんでしたが、活動をする中で自治会や子ども会の人たちなどと話す機会が増えて、つながりが広がっていくのを肌で感じられました。いざという時に助け合えるよう日頃から顔の見える関係性を作っておくのが大事だと思います。確かにいざという時に助け合えるというのはとても大切なことですよね。はい、それでは他の方にも少し お話を伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。消防団に入ってから何か変わったことはありましたか？はい、職場でもなく家庭でもない新しい第三の場の交流が増えたことで、地域の人や他の消防団との交流が増えたことです。今後の抱負を教えてください。今後の抱負としては、団員10人全員で、頑張ってこの地域を、守れるように、日々訓練をして、もし大規模災害が起きたときですね、今一に飛び出して、地域の住民を守れるように頑張っていきたいと思います。続いて妻田西老人憩いの家にやってきました。白根自治会の方がいらっしゃるようなので早速お話を伺ってみたいと思います。西塚さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず自治会の活動内容について教えていただけますか？はい、地域の交流のであるお祭りである爽やか親睦会や、この辺りの地域では一番高さのある木造櫓を組み立てる盆踊りなどのお祭りの主催や、自治会内の団体のイベント、妻田神社の例大祭での太鼓演奏の補助など自治会を盛り上げる活動を行っています。その他にも白根自治会の新たな取り組みとして2年前からホームページを開設しました。もしよければ実際にご覧になりますか？はい、ぜひよろしくお願いします。こちらですね。はい、こちらのように直近のイベントが載っていたり、今だといちご狩りの申し込みがもうすぐ締め切りますよという内容であったり、ホームページの最新の更新の情報であったり、あとは、自治会の、イベントのカレンダーであったり、過去の、自治会のイベントの情報、写真や動画付きで載っていたり、あとは、回覧板がこの画面上から見えるようになっています。たくさんのいろんな情報を載せているんですね。はい、これをなぜ運用しようと思われたんですか？本当のきっかけを言うと、私自身物忘れが激しくてですね、自治会のイベント、あとお知らせが回覧板で回ってきたときに、日付をメモしないでその内容に回した後、あれいつだっけなっていうのが、あったっていうことがあって、それが、そういう人がきっと多くいるんだろうなと思ってたところがあったんですけど、
まあ、なので回覧板がインターネット上で保管できるようになれば、みんな見れるようになっていいなと思ったというところからですね。たくさんの方にホームページを見ていただけるといいですね。西塚さん、本日はありがとうございました。ございました。それでは他の方にも少しお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。自治会に入って良かったことは何ですか？そうですね、私はちょっと長年転勤とかあんまりここの地域にいなかったもんですから、住んでたりするんですけど、まあ、近所の方とか周りの地域の方と関わり合いもしてとても良かったと思います。自治会に入って良かったことは何ですか？はい、私、自治会に入って、自治会にはですね、もうすでに現役が終わって20年ほど経ちますので、20年間自治会でいろいろ皆様にお世話になったりしておりますけども、ここ4年ほどですね、地域の役員、自治会の役員としてですね、いろいろ協力活動させていただいてますけど、いろいろ皆様からいろいろ褒めの言葉等をいただいておりましてですね、今後もですね、自治会のためにいろいろな面で活動していきたいと思います。よろしくお願いします。今回は地域で活動する消防団や自治会などをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？今日お話を伺う中で地域のつながりの大切さを実感することができました。皆さんもいざという時に助け合えるよう、ぜひ日頃から地域とのつながりを作っておきましょう。皆さんこんにちは。市では2月26日から申請書を書くことがなく、さまざまな証明書の交付が受けられる書かない窓口のサービスが始まりました。そこで今回は市民課の方に書かない窓口について詳しく話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは書かない窓口はどういったサービスか教えてください。はい、書かない窓口は申請書を書かずにマイナンバーカードなどの本人確認書類を見せるだけで証明書の交付を受けられるサービスです。職員が窓口に来た方の本人確認や申請内容に関する質問をし、専用のシステムを操作することで申請書を作成します。そうなんですね。ではなぜ書かない窓口を導入したのでしょうか？はい、2023年に実施したアンケートでは証明書の取得を目的に来庁する人が多く、1日平均でおよそ200件の申請を受け付けました。待ち時間の短縮や申請書類の記入箇所の削減などの改善要望が寄せられ、これらの意見を踏まえてより使いやすい窓口を実現するため、今回書かない窓口を市民課で導入しました。市民の意見が反映されることはとても良いですね。では室田さん、今日は実際に書かない窓口で証明書を取得してみませんか？はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。本日はどのような手続きでお越しですか？住民票の写しを取りに来ました。はい、それではこちらの番号で受付をお並びください。わかりました。お願いします。お預かりいたします。本日はこのような流れで手続きを進めていきます。はい、本日本人確認書類は何をお持ちですか？マイナンバーカードを持ってきました。かしこまりました。お預かりいたします。お願いします。お待たせいたしました。本人確認書類をお返しいたします。ありがとうございます。そうしましたら本日住民票の写しの請求ですが、世帯全員分か世帯一部か、どちらの住民票が必要ですか？世帯全員分です。かしこまりました。これらの中で住民票への記載が必要な事項はございますか？世帯主と本籍の記載をお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。こちらが申請書になります。はい、内容にお間違いございませんか？はい、間違いありません。そうしましたらこちらにサインと電話番号のご記入をお願いいたします。はい、ありがとうございます。お預かりいたします。そうしましたらこちらの番号札でお呼び出しをしますので、待合席でお待ちください。ありがとうございます。
135番でお待ちの方。はい、お願いします。お預かりいたします。では世帯全員分の住民票ですね、こちら1通でお間違いないでしょうか。はい、間違いないです。はい、そうしましたら本籍続き柄の記載ありマイナンバーの記載がなしで間違いないですか。はい、ありがとうございます。そうしましたらこちらがご請求の住民票になります。ご確認ください。はい、間違いないです。ありがとうございます。そうしましたら手数料ですね、300円頂戴いたします。お願いします。ありがとうございます。手続きが簡単でとても便利ですね。ありがとうございます。厚木市では今後書かない窓口を市民課の他の手続きや他の課の手続きにも拡大していく予定です。誰もが楽に分かりやすく安心して利用できる窓口を目指していきたいと思います。わかりました。加藤さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん、書かない窓口のサービスで市役所の手続きがよりスムーズになりました。ぜひご利用ください。皆さんは e スポーツを知っていますか。以前から話題になっているので名前は聞いたことがあるけど詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は企画制作課の小林さんに詳しく聞いていきたいと思います。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、 e スポーツってどんなものですか。はい、 e スポーツとはエレクトロニックスポーツの略で電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉です。一般的にはコンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称として使われております。そうなんですね。ではなぜ厚木市は e スポーツを取り入れることになったんですか。はい、 e スポーツを通じて地域の魅力発信、地方創生に取り組んでいきたいと考えております。 e スポーツは世界から注目されており年々市場規模は大きくなっております。世界からも注目を浴びているんですね。はい、 e スポーツってやったことない私でもできるんでしょうか。はい、もちろん誰でも楽しむことができます。市では3月23日土曜日に厚木シティプラザ6階サイエンスホール250にて参加無料の厚木 e スポーツ交流会を開催します。交流会とはどんなイベントなんですか。はい、交流会には大きく3つのブースがございます。1つ目は自由に e スポーツを体験いただけるブースで大人気タイトルであるぷよぷよ e スポーツ太鼓の達人をご用意します。2つ目は e スポーツによる SDGs 達成に向けた取り組みを紹介するブースです。今回は高齢の方や障害のある方でも楽しめる簡単に扱えるコントローラーの展示体験会を実施します。3つ目は e スポーツプロ選手である飛車中プロから e スポーツについて楽しく学べる講座実技指導になります。講座ではプロ選手の仕事内容や1日のスケジュールなどをお話しいただきます。またプロの技を伝授してもらうこともできますので e スポーツの知見が深まること間違いなしです。いろいろと楽しみですね。申し込むにはどのようにしたらいいんですか。はい、チラシ裏面にある二次元バーコードからお申し込みができます。また市ホームページにも申し込み先のリンクを載せております。なお応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。わかりました。小林さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 e スポーツに興味のある皆さん、3月23日は厚木 e スポーツ交流会にぜひ参加してみませんか。